こんなおかしなところ見たことなかったから、ちょっとびっくりしちゃったんだ。テイワット一のガイドのくせに恥ずかしいところ見せちゃったな。ひひ、うん。あ、そういえば眠ってる間、夢の中でずっと牛の鳴き声が聞こえてたんだけど。あ、そう、この声だ。牛よ、お前がオイラのこと見ててくれたのか。旅人、コウマ大聖が目覚めたようだ。支障ない、心配は無用だ。夜叉がまとう骨性は人に害をなすものだ。あまり近づくな。私には仙人の血が流れている。見くびられては困るな。どうだかな。オイラが寝ている間に何があったんだ。ショウがここにいるなんて。お前らにどうにかして来いと言われたから来たまでだ。コウマ大聖、何があったのか話してくれないか。かしこまる必要はない、ショウでいい。あ、わかった。ただのつまらぬ戦いだ。この地を訪れたのはある人物を探すためだった。だがそいつは我が思っていたのとは全く違った。普段は敵家衆の養老を守るため防御旅館にいるとピンバーヤから聞いた。それが人探しをするとは。まさか相手は仙人か。不赦という名の夜叉を探している。不赦、あなたと並ぶ五宝夜叉の一人の不赦か。だがあなた以外の四人の夜叉はもうこの世にいないはずだが。一説では確かにそうだ。だが不赦の遺体だけは見つかっていない。夜叉とは魔人の残骸を払うものだ。長年残骸を払い続けるがゆえにその身は骨性に染まり、いつか必ず狂気に陥ってしまう。我が最後に不赦と会ったのも奴が狂気に飲み込まれたその日だった。奴は去った。行方を知る者は誰もおらず、我も消息をつかめていない。不赦は我ら五人の中で長兄のような存在だった。不赦はこう言っていた。夜叉の戦いは苦難に満ちたもの。生死に関わらず互いに助け合い、それぞれの居場所を把握しておくべきだと。もしかして狂気に飲み込まれたせいでその約束を忘れたのか。ありえなくはない。だがたとえ奴が忘れても我は忘れない。我は生き残った者として全員の行方を明らかにする義務がある。じゃあどうして双眼に来たんだ。まさかここに不赦の行方に関する情報があるのか。500年前、カーン・ルイヤの魔獣が双眼巨炎へ侵攻してきたのは知っているか。その戦いは長きにわたり続いた。だが噂によるとその中に勇猛で腕の立つ夜叉がいたそうだ。しかしその夜叉の名を知る者はいない。夜叉は五人だけではないからな。必ずしも不赦であるとは限らない。そういうことか。でもショウはその夜叉が不赦だと思ったからここまで調査に来たんだろう。断言はできない。
だがそれ以外に手がかりはない状況だ。負傷は誇り高き夜叉だ。奴は戦う時に必ず名乗る。名を言わぬ夜叉は負傷のはずがないと思った。待ってくれ。もしかしてあなたが戦っていた相手は負傷で、あなたは彼にやられたのか。そうだ。そんな、カーン・ルイアの魔獣信仰、双眼での死闘、それにイエランの先祖、これら全てが裏でつながっているような気がする。この世には偶然など無数にあるが、これほど重なることはあまりない。まさか遺言にあった法宝、大義版とも関係があるのだろうか。遺言？ああそうだ、私はとある遺言のためここに来た。あなたはこのようなことにあまり触れないようにしてきたのだろう。人も仙人も願いや神事を遺言として残し、他人に思いを託すんだ。それを残すのはいつでもいいのか。おいおい、なんだよその今すぐにでも遺言を残しそうな表情は。お前たちが我の幻影を見たと言ったのは偶然ではない。この空間は仲間を求めるお前たちの心につけ込み、自ら罠にはまるように仕向けた。だが単純な欺瞞ではすぐに露見してしまう。わずかな偽りの混ざった真実というのが最も恐ろしいんだ。ここがお前たちに聞かせた声も確かに我が口にした言葉だった。実際に声を聞かせ焦燥感を駆り立てる。一方的に送った情報はおびき寄せるための餌となる。もし空間の裂け目を利用して我らが接触していなければ、すでにこの中の誰かが欠けていたかもしれない。この空間は獰猛な殺戮より魂を消耗させることに重きを置いているようだ。そんな、相手は里へ、ここに長居すべきではない。たとえ用が済んでいなくとも、お前たちをここから外に送り出す方法を考えなければ。バレが来たのは警告のためだ。ここは極めて危険な地、長居すれば空間に蝕まれる。でもどうしてショウはそんなこと知ってるんだ。おそらく亡霊のように地下をさまよう影となるだろう。どうやらあなたもそれを見たようですね。イエラン戻ったのか。ええ、みんなの話を聞かせてもらったわ。私も地下で異常現象を見たことがあるの。ここにあるはずのないもの、一瞬で消えてしまう奇妙な人影、いずれも現実のこととは思えなかったわ。幻影か。最初我もそのように思った。だがことはそう単純ではない。いずれその幻影たちが実体を持ち、お前たちを襲う可能性もある。先ほどの話から察するに、あなたは脱出する方法を知っているのですか。確証はない、ただの憶測だ。縁妃の言うようにこの空間は錯綜している。だがしかもあるようだ。我は双方の空間のつなぎ目に衝撃を与え、裂け目を作ることでお前らの元にたどり着いた。故に我の全力を注げば、この混沌とした空間を切り裂き道を作ることができるだろう。なるほど、強力な衝撃によって空間に影響を及ぼすのですね。その可能性は私も考えていました。全力を注ぐとはどういう意味だ。要は我の全てを出し切るということだ。待てよ、オイラたちを送り出すっていうことは、ショウはここに残るつもりなのか。まさか。我はこの地下で負傷と会った。故にこの地の恐ろしさをよく理解している。裂け目を作るにしても
瞬間的な衝撃で作れるのは小さな傷が関の山だ。外に出るには通路を維持するため力を注ぎ続けねばならない。命を懸けることには慣れている。これは我にしかできぬことだ。そんなのダメだ。たとえ言っていることが事実でも私は納得できない。オイラもだぞ。一人を犠牲にしないと出られないなんて、そんなのいい方法じゃない。実行に移せる策があって初めてその良し悪しを論ずることができる。だが今はそうではない。他に策がないゆえお前たちはここで立ち往生しているのだろう。しかしあなたのその方法は確実に成功するのか。保証はない。そんなバカな真似すんなよ。確証のないことのために命を懸けるなんて割に合わないぞ。とにかくその策には賛同できない。ならばこれが我の遺言だと言ったら。あなたは。それがあなたのお考えですか。率直に言ってこの計画は成功も安全もどちらも保証できません。おっしゃる通り人にとって夜叉は危険な存在です。ですがそのような独りよがりな計画を突然押し付けられて私たちがどうして納得できると。過酷な戦場では常にそうであった。不利な状況では命を落とさねば解決できないこともある。犠牲を恐れて動かなければ賞賛すらも生み出せない。私も死の淵に立つような戦いを経験したことがあります。そのような極端な方法は本当に手を尽くした時まで口にしないでおくものです。理解してもらおうという気持ちはわかります。ですが無駄な犠牲になる恐れがあるのならそんなことを言っても士気が下がるだけです。本当に全てを捨てる覚悟があるのでしたら他人に意見など求めはしないはずです。あなたはご自身が思っているほど冷酷な方ではありません。それに逃げるために誰かを失っては元も子もありません。イエラン、そんなことを言うな。とにかく今はまだ命を懸けるような時ではないかと。もしかしたらまだ調べ尽くせていないだけで隠れた道があるかもしれません。もしそれが見つからなかったら、見つからぬままに自己犠牲の道すら選べないほど衰弱してしまったらどうするつもりだ。この段階であなたを犠牲にすることと未知の出口を見つけることの成功率に差はないはずです。この2つの策に優劣がない以上すぐに行動に移すこともできません。全力の一撃でこの空間を壊せるだと？ははっ、いいこと聞いたぜ。誰が残るか残らねえかなんてそんな話俺様は聞きたかねえ。結局はこうすりゃいいんだろ。さあどこのどいつが俺様たちを閉じ込めてやがる。待ちなさい。こいつを食らえ。一撃じゃ足りねえみたいだな。だが他にも道があんじゃねえか。英雄でも何でもこの俺様が引き受け。言わんこっちゃない。親分はいつもこうだ。忍ぶ？イット、どう
おそらく親分はさっきの一撃で力を使い果たしたんだ。だがもしかするとそのおかげで道を切り開けたかもしれない。あの道を安定させられるか確認してくるわ。私たちが言い争っていたから彼はこのような行動をしたんだろう。親分は昔から仲間割れを嫌がるんだ。荒滝派のみんなが喧嘩をしている時も親分は驚くようなことをしてみせてその場を鎮めてくれた。親分は今日その時と同じことをした。まだ知り合って間もないがきっとみんなのことを仲間だと心から思っているんだろう。親分は他人が犠牲になることを嫌うけど無意識のうちに似たようなことをする。でも一つだけ他の人と違うところがあるんだ。親分は自分なら犠牲にならないと思っている。どんな困難も乗り越えられると自分の力を信じているんだ。どんな自信だよ。それじゃショウの言ってたこととあんまり変わらないじゃないか。こいつもバカだな。親分は人の意見を聞かないからな。それにいつも考えるより先に行動してしまう人だ。きっと自分の前に立ちはだかる困難なんて簡単に解決できると思っているんだよ。親分だけじゃない、荒滝派の人たちはみんな多かれ少なかれそういう節がある。だから私みたいな後始末役がいるってわけだ。どうせ止められないのなら行動させた方がいい。それにバカは勘がよく働く。さっきの一撃も案外効果があるかもしれない。なあ、イットは大丈夫なんだよな。すまない。いいえ、謝る必要などありません。あなたもイエランさんも二人とも正しかった。でももしあなたが荒滝派の一員だったら私はイエランさんに味方していたでしょう。親分は決して犠牲になろうと思って行動したわけではありません。きっと自分が切り開いた道を進めば出口が見つかると確信していた。それに最後はみんなで外に出られると信じていたはずです。要するにここにいるみんなのことが大切なんだと思います。私たちは互いに支え合って脱出すべきです。あなたが生き残ることは一部の人にとって、いいえ大勢の人にとってとても意味のあることなのですから。忍、全員ができる限りのことをして出口を探そう。まだ可能性はある。出口はどこかにあるはずだ。親分のことなら安心して私に任せてくれ。みんな、あの道は外の世界ではなくもっと深いところに続いているようだったわ。そんな、じゃあイットがしたことは無駄に。いえ、調べてみる価値はあるはずよ。私が先に調べてくるわ。なるほど、そういうことか。わかったぞ。何がわかったんだ。覚えているか、私たちが探している方法はまだ見つかっていない。もしこの秘境が人の想像や求めるものを実在するものとして映し出してくれるのなら、その特性を利用することでそれを見つけることができるかもしれない。あ、なるほど。だからイエランにも諦めるなって言われたんだな。方法ってきっとすごいもんなんだろ。まあ必ずしもそうとは言い切れないが、試してみる価値はある。我が何とかする。行かせてやれ。だがもしお前もその秘境へ行くつもりなら私も同行しよう。私は戦闘がそんなに得意じゃないからな。一緒にいた方が安心できる。ああそうだ、そのお前はショウと仲がいいのだろう。さっきのイエランは少し言い過ぎていた。彼女の代わりに謝るよ。しかし先ほどの様子を見るに、あそこまで言わないとショウは聞き入れてくれなかっただろう。
それにイエランはもともとああいうのを気にする人だからな。必ず全力で止めていたはずだ。私の知る限りだが、彼女は以前の仕事で戦友を失っていてね。彼女は救出された生き残りなんだ。そのためか他人が犠牲になることにどうしても抵抗感があるんだろう。救われた命は重圧を感じずに生きていけるのか。救われた側も決して楽ではないというわけだ。私が彼女だったら彼女以上にうまくやれる自信はない。お、そうだ、少し待っててくれ。すぐ戻る。ケツ。よし、これで安全だ。イットが戦えない今、術でお前たちに守りを施した。ありがとう先輩。そっちも気をつけてくれ。ああ、お前もだぞ。よし、旅人、そろそろ行こうか。世界は謎だらけだ。諸悪よ、知れ。雨だれ石をもうがつ。これは。遠くに見える巨大な円盤。あ、待てよ、まさかあれが大義盤なのか。おい、その例えだと全然足りないぞ。あれはもっと大きいだろ。うん、どうやら私たちは正しかったようだな。法律家としての勘がささやいている。あれが私たちの探している法宝である可能性は非常に高い。だが本当に大義盤だとしても、いくらなんでも大きすぎる。どうやって持ち帰ればいいんだ。ああ、おっと、弱音なんか吐いてる場合じゃなかったな。先に周りを調べてみよう。おい、あれは砲塔弾じゃないか。なんだか見覚えが。そうだ、数日前に遭遇した奴らだ。相手を間違えたな。よっ、さあ急ごう。ほれ、ふっとん、はっはっは。そこだ。よっ、行くぞ。いや、はっ、はあ、チャンスだ。よっ、いや、ほれ、下がれ。相手を間違えた。小さい円盤だ。外観と盤面の配置を見たところ、うん、これが方法大義盤で間違いないだろう。地面に埋め込まれた小さな大義盤、一体何に使われていたんだ。世界と同じように簡単に片付けられた。以前大きな商業案件の処理を手伝った時、
その犯人が私に仕返しするため、わざわざ報道団を雇ったことがあったんだ。幸い、武芸の鍛錬はちゃんとしていたため、事なきを得たんだが。しかし、さっきの奴らは、あの時と全く同じだった。まさか、この空間は、私の記憶を再現しているのか。おそらく、これも私たちを消耗させる手段の一つなんだろう。これはだいぶ凝っているな。入り口のようだ。うん、よかった。それ。ここらで合流できるかと思ったが、誰もいないようだな。まさかこれも誰かの記憶か。気をつけろ。予想通りのようね。イエラン、いたのか。何度挑んでこようとも仕留めるまでよ。一緒にいるときはそんなこと話すなよ。いただきたいね。ピュトン、くらえ。痛いな。はぁ、トン。よっ、はっ。本当は本当。豆を刺す風。かかれ。よっ、あ、よっ。過ちを正さないと。はっ、あ、誤算だったか。僕もまあ、あんな小細工で尾行してくれたものね。はあ、相変わらずの腕前だな。覚えているかしら、私が他の場所で幻影を見たって言ったこと。その時に聞いた内容と一致するわ。この記憶はこの空間によって再現されているようね。まあいいわ、これで当時の状況も把握できるから。あいつタイと言っていたが、大義版のことか。エンヒ、地面にあったものは見たかしら。ああ、これを調整することでお前と合流できたんだ。おそらく遠くにある大義版の縮小版だろ。この空間と強く紐づいているようだ。私なんだかそれに見覚えがあるの。ちょっと思い出してみるわ。
急がなくてもいいのよ。空間ね。もし空間に同じ規則があるのなら、ここにも小さな大義板があるはずだ。不赦、お前ほどの者が地下の亡霊になるとはな。敵がいない。いや、敵は姿を消せるのか。まずい、早く加勢しなければ。待て、これは我の戦いだ。近寄るな。汚れた魔獣よ、あいつのせいで何人もの人が死んだ。地下空間に誘う、お前たちの弱点に気づいたからだ。身を隠し闇討ちするのは不赦がよく用いた戦術だ。我と共にここで朽ちるがよい。お前ほどの手金がこのようなところで死ぬわけがない。まずい、このままだとショーが不利だ。構わん、結果はもう分かっている。くだらない。不赦は体力が低下しているようだ。東田大元帥、不赦、お前のその力は無尽蔵ではない。それにお前の原因は本来のお前よりも劣っている。前世紀のお前はこの程度ではなかった。配下の中では随一の野者であった。もし帝君がこのような姿になり果てたお前を見たらどう思われるだろうか。行け、方法は我が援護。魔獣を地表に返すな、皆の者。東岸から100キロの戦線を死守せよ。もう十分だ。呼びよ、虚無の幻影よ。我の責務を果たしたまでだ。気にするな。先ほどの見えない相手が伝説の東田大元帥不赦なのですか。ああ、独断先行したのは悪かった。不赦が行方不明となり数百年、先ほどの戦いが奴と顔を合わせる最後の機会だと思ったのだ。あいつさっき戦線を死守しろとかなんとか叫んでたけど、奴はこの地で戦っていた伝説の無名の野者とは不赦のことだったのだろう。でも戦う時に必ず名乗るんじゃなかったのか。どうして名前が残らなかったんだろう。あいつの身に何かあったのか。わからぬ。おそらく自分が何者であるかすら忘れてしまったのだろう。それは誤称のせいでか。不赦は姿を消す前から狂気に陥っていた。奴の記憶が無傷であったかは誰にもわかるまい。狂気に飲まれながらも双眼巨炎の戦争に参加したのですか。野者は平穏な時代を生きられはしない。戦いと殺戮の匂いに引き寄せられたのだろう。我らは殺生に精通している。そしておそらくそれしか取り柄がない。この一戦で我も確証を得た。これまでのことから察するに、この空間は人の心の一部を映している。つまりたとえ狂気に飲み込まれていたとしても不赦がこの地を訪れたのは事実。
先ほどの幻影も奴が残した痕跡ということだ。この空間は奴の戦う姿を再現した。だがあのような身を滅ぼす戦い方では生きているわけがない。負傷の幻影は魔獣の弱点を発見し地下空間へ誘い入れたと言っていたわ。この空間は一体何なのかしら。カーン・ルイヤの魔獣を抑え込むことができるなんて。体が重くなった気がする。気のせいというわけではなさそうだ。空間が私たちに干渉しているようね。負傷は地下に残ったはずだ。だがここには幻影があるのみで当の本人は見当たらなかった。もしこのままここを離れられない場合、我らもあのような結末を迎えるのかもしれない。前へ進む時が来たか。見事な戦いだった。さらばだ、負傷。行くぞ。読んでみよう。この書き置き、ここに残された戦艦軍が残したもののようね。この白陽って人誰だろう。白陽は私の先祖の一人よ。当時この人は帰ってくることができなかったわ。つまり白陽は負傷と行動を共にしていたのか。おそらく。この戦艦軍たちは彼らの戦友なのだろう。当時行方不明になった人、そのほとんどがここにいたみたいね。ああ、ここで何が起きたって言うんだ。さあ立ち止まらずに早く行きましょう。手がかりは全て線で結ばれたわ。真相にたどり着くのももう時間の問題ね。ただこの空間は果たしてどんな形で答えを出してくれるのか。
がなくてもいいのよ。ここ何も残ってないぞ。奇妙な空間だな。アビスの気配がするわ。でも敵はいない。お前の記憶？ここはどんな記憶なんだ？アビス？ってことはこの空間がお前の記憶を読み取ってここを作り出したのか？周りがだんだん暗くなってきたぞ。の空間だと大義板の一部は地面に埋まっていたわよね。でも今回は地面に転がっている。まるで誰かが置いていったみたいに。さっきのってお前が想像したものだったのか。幻影は一瞬で消えちゃったけど、あれってお前が妹さんに会いたいから現れたんだよな。エンヒ、これが君の言っていた方棒、大義板なのね。おそらくな。遺言にその形は描かれていなかったが、記載されていた情報と一致する。これでほぼ間違いない。お前は何を見つけたんだ？この大義板、構造も配置も私の一族で使われている法器に似ているわ。こうすれば。うん、この大義板は意図的に操作された跡があるわね。何かしらの情報が秘められているかもしれない。まずは外に出て安全な場所に移動しましょう。この辺で大丈夫そうね。みんなしばらく休んでて、私は大義板を調べてみるわ。陰陽のうち五方の中、水火風雷、循環無端、七神を地に取り、三門打開、経絡全通。大義板が見つかった以上、私の仕事はここまでだ。しかし私たちは不赦の幻影に遭遇している。この空間で見つけたものを果たして外に持ち出せるだろうか。不赦は元王帝君の下で御夜叉の長を務め、雷の力を操っていた。我とは異なり神兵であり、将たる才を有していた。行くぞ。
なるほど、そういうことだったのね。お？何か新しい発見があったみたいだな。この情報は白陽という名の術師が残したものよ。彼は私が調べている行方不明になった先祖なの。こんなに、これ全部お前の先祖が残した情報なのか。数百年前、とある貴人が私の先祖に大義版を渡したようね。彼ら兄弟は二人でこの方棒を持ってカーン・ルイヤの魔獣を倒すため双眼巨炎に来たみたい。出発した時は二人だったけど、帰ってきたのは一人だけ。その上、理性を失ってしまった。ご召喚。ええ、彼らは夜叉の負傷と肩を並べて戦った。その時にご召の力に染まってしまったんでしょう。神の目を持たない彼らは長く耐えることができなかったのね。記録を見てみろ。この記録を残した者の末路だが、永遠にここに残ることになったとある。あ、そんな、もう他に方法はないというの？どうしよう、オイラたち本当にこんなところで死んじゃうのか。そんなの嫌だぞ。こんなところにずっといるなんて嫌だ。今の、まさか。一つ思い出したことがある。待っててくれ、すぐ確認する。旅人、新しい情報を見つけた。ここに来る道中、私はあの遺言を調べはしたんだが、それがどんな書籍に挟まっていたのかを考えていなかった。全て覚えているわけではないが、私はその書籍を読んだことがある。中にはこんな話が書かれていた。千年前、仙人は悪獣を封印するため方棒を作った。後に人間の友を作ると、法器に用いるため方棒をそのものに譲った。数年後、山に大きな災いが降りかかった時、人間と仙人はこの法器を使い、力を合わせて妖魔を退治したそうだ。それだけではない、本にはこうも書いてあった。仙人と人間の力が一体となれば、天地の意を操り、都天征夷が可能となる。器を明かしに人と仙が共存し、天地が一体とならん。もし仙人と人間の根結である私の力があれば。効果ありだ。十分な力ではないため、一瞬で効果は消えてしまったが、考え方は正しいのだろう。大義盤の中で何かが起動したようだ。皇天の意、御法の神、夜叉と人類は共に気候を握らん。封印の呪文だわ。不赦と私の先祖は
この空間の最上層を封印したのね。そういうことか。わかったぞ。みんな、今はまずイットとシノブのところに戻ろう。そこで提案したいことがある。もう動けない。ここに残りたくないし、死にたくもない。オイラから離れないでくれ。パイモン、もう少しの辛抱だ。私を信じてくれ。まだチャンスはある。行くぞ。ひどく消耗したからまだ目覚めてはいない。だが命に別状はないから安心してくれ。それよりもその表情、何か発見したんだな。しかもあまり喜ばしくないこと。そうだろう。おい、私たちは大義板を見つけたの。その中には先人の残した情報が入っていたわ。ただどうやらこの空間から脱出する術はないようなの。前にこの宝器を手にした人も永遠にここに取り残されたみたい。そうか。だがまだ続きがある。さっき試したところ、大義板に力を注入すると反応があった。でもそれはあくまで封印された時の記録を呼び起こしただけで。いや、肝心なのは内容ではなく方法だ。書籍にあった内容を思い出してみてくれ。仙人と人間の力が一体となれば、天地の意を操り、土天征印が可能となる。仙人と人の力を合わせることで、大義板の力を最大限に引き出すことができるんだ。大義板は根結である私に反応した。それはまだ動作していることを証明している。そして私たちの中にはちょうど純粋な仙人と術法を受け継いだ人間がいる。面白いわ、そんな発想があったなんて。仙人と人間が同時に力を注入するということか。その通り。もし私の考えが正しければ、大義板に最大限の力を注入することで完全な活性化、あるいは反転させることができる。この方法は最後、この空間と双眼鏡炎のつなぎ目を塞ぐのに使われていた。つまりもし反転させることができれば、それで出られる。やったぞ、オイラたち助かるんだな。その通り。その考え、筋は通っている。じゃあひとまず今は休みましょう。準備ができたらその方法を試すということで。うん、オイラドキドキしてきた。イエラン、ショウ、準備はいいか。ええ、準備は万全よ。最善を尽くそう。エンヒ、一つ覚悟しておいてほしいことがあるの。ん？何だ？方々大義板はおそらく外に持ち出すことができないわ。多分この秘境にあるものすべてが時空と記憶の乱れによる結果に過ぎないんだと思う。私たちはそれぞれ異なる目的を持っている。そしてこの空間に現れるものは私たちの想像と推測に反応してくる。それは恐ろしいことであり、奇妙なことでもあるわ。
ここはもう単なる空間ではない。どんな高次元の力が影響しているかわからないけど、私たちのことを読み現像を持って答えてくる。双眼の歴史によれば、この空間はおそらく大昔から存在していた。一体どのようにして誕生したのか。ああ、あれのことね。あの時私もあそこにいたのよ。え、ちょっと待て、もしかしてあの弓矢はお前が放ったのか？私以外他に誰がいるのよ。あの巨大な蛇はカーンルイヤ文明の遺産のはず。証拠は予想以上に有効だった。もしかしたら2つの力は相殺する関係にあったのかもしれないわね。もしそうだったとしたら、ごめんなさい。私はみんなの今の境遇に責任を持つべきかもしれないわ。そんな、オイラたちのためにいろいろ解決しようとしてくれただろ。お前のせいじゃないぞ。そうかしら。この空間の活動はまるで生き物のようで、あらゆる幻覚で私たちの目をくらませた。実際私たちが見た人や通った道は500年前にすでに亡くなったもののはずよ。それにここにあるほとんどのものは静止している。そうなると、本当に脱出できたとしても時が流れ始めれば大義板は消えるでしょう。実は私もそう思っていたんだ。でもそれだからこそ大義板に出会えたのは奇跡だと思う。これら全ては存在しないはずの槍で漆黒を壊したかのようなものだ。ありえない話に聞こえるけど、これも残された最後の可能性。一体誰の思いがこの方々を呼んだのかしら。ああ、でももう一つの原因の可能性もある。それはお前の探し求めることに対する強い執念だ。見つかったのがお前の家族じゃなかったことは残念だが、でももしその者がここにいたら、きっとお前が助かることを心から願っていただろう。こうしてみんながここに偶然集まったことはとても興味深いことよ。もしこれも運命なら、私たちの手でそれを変えましょう。こちらはいつでも大丈夫だ。親分は私と牛尾に任せてくれ。旅人、パイモンのことは頼んだわよ。エンヒ、助けが必要になったら私を頼ってちょうだい。了解。セーラウンプ、異例降臨、軍馬蛇獣、大帝壊滅、新規復讐、正規流行、定直不明、消去不能、救急如立輪。やはり大義板は増幅させる方法。この力を維持できればまだ希望はある。力の維持は我に任せろ。わかりました。全員下がれ。我が身で陣を守りて、この地を封印する。我らヤシャ一族、世のために戦わん。金宝大将、参れ。危ういと知りながらどうしても行くのか。この地を守り104年、
勝手に離れたことはありません。無名夜叉の剣だけはどうか帝君のお許しを。今日は間一髪だった。章が中に残ってしまうのではとヒヤヒヤしたが、無事でよかった。お気持ちはわかりますが、まあその心にある思いはきっと一朝一夕で形成されたものではない。簡単には曲げられないものなのでしょう。結局私たちの方針は最後まで一致しませんでした。ですがあそこから脱出できたのはあなたのおかげです。救っていただきありがとうございました。いや、我だけの力ではない。どういたしまして。みんな疲れているけど怪我はなさそうね。ゆっくり休んでちょうだい。急いで出る必要はないから。私は先に周りに異常がないか確認してくるわ。言っちゃった。お礼を言おうと思ったのに。イエランは本当に自分が何かしたとは思っていないのだろう。彼女はショウがみんなを救ってくれたと心から思っている。恩恵を受けた以上はもう何も言えなかったんだ。ショーもそうたやすく説得されるような人じゃない。イエランも彼の心を変えるのをついに諦めたわけだ。ショー叩かれてるみたいだぞ。そうではない。
確かにその言葉に誤りはない。お前たちの意見も心に留めておく。本当か？よかった。なんだかすごいことを成し遂げた気分だ。今回誰か一人でも欠けていたら脱出できなかっただろう。それほどに危険な状況であったと言っても過言ではない。途中で誰も失わずに済んだのは実に行幸だったよ。そういえば牛使い野郎がまだ起きてないけど、このままずっと眠ってるなんてことないよな。早く見に行ってみようぜ。ガーあー、ぐっすり寝たぜ。え、なんだ、何を見てやがる。体は大丈夫か？頭はどこかにぶつけておかしくなってないか？辛かったら言うんだぞ。今でも十分バカなのに、もし頭でも打ってたら。何言ってやがる。俺様はピンピンしてるぞ。逆によく眠れたから今は力がみなぎってるぐらいだ。つうか、なんか忘れてるような。そうだ、おい、俺たち地下にいたんじゃなかったのか？どうやって出てきた？話すと長くなるからまた後で教えよう。イット、私たちが脱出できたのはお前と忍と牛尾のおかげだ。私のせいでみんなを巻き込んでしまった。できれば謝らせてくれ。なこと言うなって。俺たちを助けてくれたんだ。これくらい当然ってことよ。もしお前がいなかったら俺たちは今頃リーウェの牢屋にいたかもしんねえんだからな。それはちょっと違う。親分が牢屋で私は外にいるのが正しい。うん。そうか、それなら新たな友を作るいい機会だと思って、お祝いにリーウェ校を案内し食事に行くのはどうだろうか。おう、そりゃ最高だな。早速。腹が減った。もう一歩も歩けそうにね。私もお腹が空いた。では早速出発しよう、先輩。おいらも行く。おい、分かったよ。じゃあ稲妻の二人は私に任せてくれ。今回は大変だったから、お前も早く帰って休んだ方がいい。ああそうだ、イエランはいなくなったことだし、お茶をご馳走するという話はなしにしておこう。ああそうか、よし、代わりに伝えてやる。旅人サラタムチビスケ、牛尾が伝えたいことがあるらしい。なんだなんだ。私も聞きたい。なら私も混ぜてもらおう。なるほど、そうしよう。牛尾のやつ、こう見えて思いやりのあるやつなんだな。意外だったぜ。一見奥の深そうな道理でも単純なことは多い。だから牛尾の言葉は役に立つだろう。おう、この件はオイラたちに任せろ。じゃあイット、忍、牛尾、出発しよう。おう、飯だ飯。また会おう。
終わったか。大したことをしてきたわけじゃないぞ。ただ友達を見送っただけだからな。あら、まだいたの。さっき稲妻の二人が縁日と一緒に離れていくのを見たわ。リーユエ校に行くのね。君たちは行かないの？オイラたちはショーと話がしたいんだ。そうだと思ったわ。周囲はすでに確認した。今のところ異常はない。これで一件落着ね。次は秘密保持の問題かしら。遠方から来たあの二人にはこの事件について黙っていてもらわないと。うわー、待て待て、あいつらにはオイラたちから言っとくから手を出すなよ。あら、そう？バレた？じゃあ冗談はここまでにするわ。今回みんなにはお世話になったわね。このことは忘れず胸に刻んでおく。あの奇妙な地下空間はどうやって誕生し、どうやって長い間存在し続けたのか、それらについてはこれからも調査を続けるつもりよ。なんとなくこれにはより深刻で人には明かせない理由があると思うの。それに最後は誰かが助けてくれたようだったし、それ自体は別にいいのだけれど、まさか私にはその存在が何者なのか見当もつかない。力のある方なのは間違いないでしょうけど。まあ今はそれを調べている場合じゃないわ。後片付けや報告の仕事があるもの。私も一旦リーユエ校に戻るから。それじゃあさようなら。イラン、じゃあな。我が待っていることに気づいてたのか。うん、そうか。行きたいところがある。時間があるのなら一緒に来るか。どこに行くんだ？夜叉に関するところだ。もう少し進めば道尺のために建てられた寺に着く。この地へ来たのは何か感ずるものがあったからだ。それってあの地下空間で何かを感じたってことか？うまくは説明できぬ。不捨と愛、過去に戻ったかのような錯覚に陥った。夜叉の一生とはよく言えば勇猛であり果敢だが、その実は殺戮によって占められている。壮絶な戦いを経て死ぬことは不捨にとっては本望であろう。我もそうだ。我は長く生きすぎた。人を救うために死ぬのならそれも悪くない。ああ、あるいは我のような考えはある種の狂気と違わないのかもしれない。おい、そんなこと言うなよ。そうだった、牛尾に託された大事なことなんだ。なんだ？牛尾には鬼を払う力があって、鬼から身を守るためにあいつは使われてきたんだ。でも一頭に会ってからはずっと一緒にいる。牛尾には理屈とか道理とかそういう難しいのはわからない。ただ一緒に生きると一番楽しい、そう思った人についていくだけなんだ。本来この世界で生きることに決まりなんてそんなにないんだと思う。だから夜叉の力が
人に害を与えるとしても、みんなと一緒にいられない理由にはならない。そうだ、例えば神の目を持ってたら多少はその力の影響を受けなくて済むんだろ。それに、とにかくお前のことを気にしてるやつはいっぱいいるってことだ。その言葉、まるで不赦たちのようだな。奴らはいつもそのように言っていた。世が公平となれば人間たちと共に生活するのだと。そう思わなかったのは我だけであったようだ。大義盤にあった不赦の姿は狂気に満ち、常に金宝やミヌといった称号で周りの者を呼んでいた。それら名は全て御夜叉を指す。金宝とは我のこと、そしてミヌとは深淵大将のことだ。他にも羅漢大将、抜難、過疎大将、王達がいる。世の者は我ら五人を千秋夜叉と呼ぶそうだ。不赦とイエランの先祖は地下に取り残された。つまり二人が最後に抱いた思いもあの空間によって読まれたということ。イエランの言葉はいずれも事実だ。我と彼女の策には双方欠点と正しいところがあった。ただあの空間の力が我らをはるかに上回っていた。お前らの協力がなければここに来ることはできなかっただろう。最後の瞬間、渾身の力を振り絞り、かろうじて一瞬の突破口を作ることができた。それでも十分すごかったぞ。縁妃もイエランも間違ってはいなかったが、我は常に最悪を想定していた。その思考は根深く、それでも思いつく限りの策だった。あの時もし帝君が手を差し伸べてくれていなければ、我は生きてあそこを出られなかっただろう。結局は迷惑をかけてしまった。でもそれが普通じゃないのか。お前と勝利じゃなくてお前と元王帝君は深い付き合いなんだろ。お前もいっぱい助けてきたんだし、帝君の方がお前を助けてもおかしくないだろ。うん。あの空間から脱した瞬間、不赦の記憶をかすかに感じた。今回得られたものがあるとすればそれだ。一人でも多くの者が奴の記憶を持つのも悪くない。ミヌ、どこへ行っていた。夜叉の兄弟よ、また忘れたか。何度も言うが、俺は白よ。あんたと共に双眼で戦ってる術師だ。白よ、白よ。お前が白よなら我は何者だ。こっちも名前で呼びたいんだがな。一緒に残ったのに名前もわからないなんて残念だよ。ここに残るだと。ならん、お前は出ろ。夜叉の兄弟、バカを言うな。ずっと地下に残るって話だろ。おい、今さら後悔するなよ。封印は解けないからな。封印、はあ、そうか。我は戦うために来た夜叉。兄弟、おい、大丈夫か。この傷を見ろ。我はもう長くはない。もう俺たち二人しかいないんだぞ。死ぬな。今日この地下で家族を見たんだ。ってことは俺も狂い始めたんだろうか。白夜、
お前は家が恋しいか。兄弟の住所を地上に残すって決めたんだ。そんなの、恋しいに決まってる。我にも家族はいるのだろうか。兄弟とかか。いるんじゃないのか。兄弟か。我は一体何者で、家族はどこにいるのだろうか。兄弟、どうしたんだ。死ぬな。もう俺とお前だけなんだ。行かないでくれ。金宝、お前なのか。誰が金宝だ。まだ覚えてないのか、お前。我はもうこのざまだ。合わせる顔がない。兄弟、兄弟、見ろ、そこに人が。あ、彼らは一体。我の。思い出した。お前たちは。我の兄弟たちが迎えに来てくれたぞ、白夜。正気に戻ったのか。せめて名前を教えてくれ。アニジャ、フシャのアニジャ。おい、フシャ。フシャ。我の名はフシャ。その意味は、苦笑は散り、万般を射す。今日は少し話しすぎた。だがお前と話すときは、あまり隠さずに済む。お前は、一度でも天命を感じたことはあるか？生の可能性、死の到来、何でもいい。今に至って我は理解した。天命とは、夜叉が最も好みに感じる厄災だ。それはまごうことなき悲壮だが、我らは恐れぬ。そう。構わん。帝君は、お前を見届けるものだと言っていた。世の中のことは、お前と語るべきだろう。罰な。見ぬ。王達は命を落としたが、不死者だけは行方不明のままだった。これは棘のように我の心に刺さっていた。それゆえ、危険を承知で、双眼へと向かったのだ。これでようやく、かつて双眼巨炎で起きたことを知り、区切りをつけることができた。あの時、空間を出る前に石を手に取った。もしうまく持ち出せていたら、この石を不死者の代わりに、道尺を弔う寺に置くつもりだったのだが、残念ながら、それは残らなかった。我ら五人の誰よりも若かった道尺は、千年前の魔人戦争で死んだ。あいつが戦死した時、不死者は深く悲しんでいた。夜叉は師匠と隣り合わせだ。まるで空を飛ぶ鳥のように各地へと散った。罰難曰く、夜叉の魂には帰る場所がないという。不死者、白夜、そして少子たちは。英雄か。いい言葉だ。厄災は尽きぬが、属性には情がある。たとえ修羅であろうとも、思慮する存在がある。お前の言う通りだ。ここから先、世の英雄たちは互いに支え合っていくべきだろう。